皆さんこんにちは、みのりんです。この前パッと思いついたものなんですけども、ガムのケースを使って鉛筆削りを作ってみました。すっごく簡単にできるので、ぜひ作ってみてください。では早速始めてみましょう。まずこんな形のガムの入れ物を用意します。私はこのキシリトールガムとチョコの入れ物を用意しました。次はダイソーで売っている一番大きいサイズのハンドドリルを用意します。ガムのあるあるなんですけども、中の紙って最後まで残りませんか？はい、では続きまして、ハンドドリルを真ん中のところに置いて穴を開けていきます。穴は結構簡単に開けます。そしたらこの穴はまだちょっと小さいので、小さいハサミを使って穴を広げていきます。一気に広げるんじゃなくて、ちょっとずつ大きくしていくといい感じになります。鉛筆を用意して、鉛筆が簡単に入る大きさであれば大丈夫です。そしたら鉛筆削りを用意します。私はこれを100均で買いました。ちょうどいい大きさであることを確認した後、問題がなければのり付けをしていきます。はい、では次は M&M の箱を使って鉛筆削りを作っていきます。同じようにハンドドリルを使って穴を作っていきます。ちなみにさっきは外から穴を開けましたが、中からこうやって穴を開けた方が綺麗になるのでおすすめです。そしたら小さいハサミを使って中から穴を広げていきます。ハサミを使って切るとこうやって周りに傷がついてしまうんですよ。なので長側の方から切っていくといい感じになります。はい、こんな感じになりました。ちゃんと鉛筆が入るか確認してください。私はグルーガンを使ったんですけども、もしかしたら相性があまり良くなかったかもしれないです。のでグルーガンじゃなくってプラスチック用の接着剤とかを使う方をおすすめします。塗り付けした後は完璧に乾くまで待ってください。はい、こんな感じになりました。皆さんいかがですか？ちゃんと鉛筆削りとして使えます。あとしっかりと蓋も閉まるので、バッグの中で開いちゃうっていうこともないかなと思います。いろんなものを使って鉛筆削りにすることもできると思うので、皆さんもぜひ作ってみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。これからも動画を頑張っていくので、ぜひチャンネル登録ボタンお願いします。ではまた次の動画で。バイバーイ。